吉田さん R34 ちょっと寂しいですねでも言われたように今車関係のことっていうのはまあ今大きなうんなんかはざまにいますからね特に R34 っていうのは余計な車ではないんですけども下手に市場価値が高まってるんでその単なるねそのセルシオ1台盗んだりとかレクサス1台盗んだりするよりも。 同じ手間でも,ものすごくね価値が高いんですよね。で車盗んで何年か倉庫にほったらかしといてタイヤ外してね傷まないようにしとけばこれ結構な値がつきますもんね将来ね。うんまあ、そう考えたらバラスにしてもそのままにしてもあるさんや宝石みたいな価値を生むんじゃないかなと思います。大金持ちの中には出所はどこでもいいからくれっていうのもいますからね。うん。もう全員の第三者に なりすままして、まあ、その手のリスクのあるところからそれと察してでも購入したいっていう人いますからね。はい、で今回はね私はあのアカウントについてです YouTube のアカウント動画が1万6000本7000本ぐらい上がっているアカウントが停止になってでこれがねバンされたわけじゃないんでまあ気楽なもんですけども果たしてねこの1億円以上もたらしてくれた YouTube チャンネルが本当に 削除されたらどうかなってことなんですよ確かに私は痛いっていう気持ちはあるんですけどもそれと同時に1万数千本の動画アップロードしてえそしてそこから収益を取り出したっていう事実は別に消えないわけですよその経験とそれがアナリティクス分析した結果っていうのは消えないですからそれは全然別の世界にも持ち越せるかなと思いますし また、ね、新しい YouTube チャンネルで頑張っていけば全くの無名から始めるわけじゃないんで今日もライブ放送しましたけども最初からコメント入るわけですよねそう考えたら、うん、やっぱりやったことっていうのは最大のリスエッジになるかなと思うんですようんまあ今回はそういうことかなと思いますね吉田さんがある34でいろんな旅をしたっていうその記憶もそのまんま人生に持ち越せますからね、うん、素晴らしいことだと思いますいってらっしゃい